こんにちは。今日は長崎県大村市に来ています。今回の動画では、西九州新幹線のうち、新大村駅、嬉野温泉駅、武雄温泉駅の3駅を見に行きます。西九州新幹線開通から3ヶ月が経った現在の、各駅の様子を見に行きます。嬉野温泉駅と武雄温泉駅については、新幹線開通前にも見に来ていますので、可能なら比較もしていきます。空港アクセスや自動車との競合も見たくて車で行くのですが、とはいえどうにかして新幹線にも乗ります。左に曲がると新大村駅の標識が映っていますが、実際に行った時は全く気がついておらず、毎度ながら曲がり損ねて通り過ぎてしまいました。仕方ないので、次の交差点で適当に曲がって軌道修正するわけですが、ついでに駅周辺の様子を観察します。道路左側は新しめの中層住宅が並んでおり、道路右側は一軒家が並んでいます。道路自体が新しいこともあり、建物も新しいようです。左折した後は、こちらも住宅街ですが、建物は新しいものばかりではないことから、新大村駅周辺が、旧来からの住宅街であることがわかります。適当なところで U ターンして、先ほどの通りに戻って、右折して今度こそ新大村駅へ向かいます。右折したら真正面に新大村駅が控えている、かと思ったら違って、駅舎はやや左側に配置、駅前ターミナルも道路左側に配置されていました。新大村駅東口のロータリーに入ります。ロータリー内に駐車場があることは事前にわかっていたので、そこに停めてから駅を撮影と思っていましたが、いきなり誤算で駐車場は満車です。駅前の人影はまばらなものの、本日は年末の日曜日とあって、パーク&ライドの需要が結構あるのでしょう。とりあえずロータリーを一周です。とにかくも駐車場を探して、線路の反対側へ向かいます。この辺りも一軒家が立ち並ぶ住宅街です。そして踏切、平行しているように見えて平行在来線ではない、大村線の線路です。西口のロータリーに入ります。こちら側も立派なロータリーがありますが、路線バス等の発着はない模様。ロータリー内の駐車場はこちらも満車でしたが、その傍らに立体駐車場が見えるのでそちらに入ります。さすがにこちらまで満車ではなく、入ることができました。料金は60分まで100円で、24時間600円。新幹線を使うと500円に割引されるそうです。こちらの駐車場は、手前の方だけ埋まっている状態でした。なおこの駐車場内は一方通行ではないタイプで、それにしては通路が狭く感じます。入庫出庫が頻繁な時間帯には、曲がり角では気を使うことになりそうです。ではこの辺りに駐車します。地下連絡通路を通って、東口へやってきました。当たり前ですが、真新しい駅舎と駅前が広がっています。イベント開催ができる広さのスペースがあり、バス乗り場とタクシー乗り場を備えた、ロータリーがあります。植えたばかりであることを示すように、木々はまだ細々としています。駅舎と反対側には広大な敷地が広がっていて、まだまだ開発途上であることがわかります。大村市では複合施設の建設を予定しているそうです。それでは駅舎に入ります。駅舎に入ると、左側に観光案内所と在来線乗り場、右側に切符売り場、改札口と、待合室という作りでした。事前に聞いてはいましたが、自動券売機は1台のみで、それも自由席特急券のみ現金のみのミニマム仕様。それだと有人切符売り場が混雑しそうですが、営業時間はご覧の通りで、明らかに職員さんの休憩時間を考慮した、少人数での運用仕様です。時刻表については、11時台は上下線ともに設定のない仕様で、切符売り場の休憩時間と見事に合致しています。ただしこの日は臨時便が多く設定されており、人影も途切れることはありませんでした。ちょうど大村線が到着したので撮影しましたが、乗り降りする方の姿はなし。新幹線開通とともに大村線の駅も新設されましたが、
大村線で地で乗り換えるよりも新大村まで自動車で来るのが主流と推測します。サイド駅舎の外へ出てバス乗り場の様子を確認します。先ほどからちょくちょくバスの姿が見えて結構本数はあるように思います。時刻表を見ても地名が全くわからないので利便性などを判断はできないのですが、乗り場が3番まで分かれている時点でそれなりの本数はあるのではないかと推測。大村市でのバス路線の拠点は大村バスターミナルと思われますが、新幹線の駅ができたことで何かしら変化していくのかもしれません。4番バス乗り場は使われていなかったので省略して、次はタクシー乗り場です。この新大村駅は長崎空港の最寄り駅であり、空港アクセスについて注目していたのですが、事前の報道を見る限り路線バスはなく乗り合いタクシーのみとのこと。黄色い旗がその乗り合いタクシーの案内かと思ったら、協定上への無料タクシーのもの、空港への乗り合いタクシーの案内はこれだけで全くもって目立っていませんでした。そもそも路線バスの設定がされず、乗り合いタクシーのアピールも弱いところを見ると、空港アクセス駅としての期待はあまりされていないのかもしれません。利用する側の視点に立つと、500円と割安であっても時間指定で予約制で、普通の乗用車に知らない人と乗り合いになるタクシーは利用へのハードルが多いと感じます。それ以前にわざわざ新幹線に乗り換えるよりも目的地へ直行のバスの方が便利です。新大村駅を経って次は嬉野温泉駅へ向かいますが、その前に少しだけ長崎空港に寄り道します。新大村駅からの所要時間は実測で10分と少し程度でした。海上空港である長崎空港へ向かうため橋を渡ります。ちょうど日が差してきて、左方面の水面が輝きとても美しいです。カメラは正面を向いていて左方面が映っていないので、一旦戻ってカメラ向きを変えて再度撮影したのですが、まあなんというか実物に比べたら全く美しくなくて残念。これは実際に見に行くことをお勧めします。橋からの景色でこれだけのものなら展望台からはもっと美しいのでしょうが、いつもながら予定が押しているので次の目的地へ向かいます。長崎自動車道に乗って嬉野へ向かっています。嬉野インターチェンジへ向かう高速道路の後半はほぼトンネルの中を通るルートです。100年以上前に基本が築かれ、平地を縫うように走っている在来線鉄道が太刀打ちできるわけもないことを残酷なくらいに見せつけてくれます。ここでは新幹線と高速道路がほぼ並行して走っており、大村インターから嬉野インターまでは実測で18分、新幹線では新大村駅から嬉野温泉駅まで9分となっています。では次のシーンは嬉野温泉駅へ到着するところからです。嬉野温泉駅が見えてきました。駅への案内板よりも駅前にある道の駅の案内板の方が目立っています。ここを左折すると嬉野温泉駅です。今回の動画では嬉野温泉駅の紹介は後に回して、ここから乗り換えて武雄温泉駅へ向かいます。自動車で撮影しつつも新幹線に乗る苦肉の策です。要は嬉野温泉から武雄温泉間を往復するのですが、単純に往復したのではつまらないので小細工します。新幹線ではなく、まずはこのバスで武雄温泉駅へ向かいます。新幹線と完全に並走するバスに、どれくらいお客さんが乗っているのでしょうか。バスが発車してしばらく経ちました。ある程度予想はしていましたがガラガラです。ずっと運転手さんとマンツーマン状態です。もともとは鉄道のない嬉野と武雄温泉駅をつなぐ路線だったわけですが、新幹線ができてその地位が落ちるのは当然で、この状況では減便されてしまいそうです。車内広告も JR の自社広告ばかりでした。まあ新幹線が2時間来ない時間帯もあるわけで、そういう場合の穴埋めとしてバスが使われるのかもしれません。新幹線が来ない場合の代替手段が JR バスというのも皮肉な感じがします。
この後お客さんが二人乗ってこられて、運転手さんとのマンツーマン体制はなんとか回避されました。武雄温泉駅に到着しました。年末の日曜日ということもあってか、駅前ではイベントが行われています。イベント内容は不明ですが、お子さんの姿が多いです。ロータリーの向こう側には建物のない土地も見えますが、ほぼ駅前の開発は終わっている感じです。もともと駅があった場所なので広大な敷地はなく、大規模開発が難しい点は、新大村や嬉野温泉とは異なります。次は駅舎内を見ていきます。もうすでに方々で紹介されているので、あまり細かく見ていきませんが、とりあえず券売機は2台あって、指定席券も購入可能です。左側には観光交流センター、カフェも兼ねているようでしたが、駅前のイベントに人を取られているのか、お客さんの数はまばらでした。正面には在来線乗り場へ向かうエスカレーター、右側は他の駅と大差ないので、説明は省略です。同時期に作られたから当然かもしれませんが、駅舎内は新大村駅とよく似ています。時刻表を見ると、長崎新幹線は1時間に1本の時間帯も多くて、全列車が停車するこの駅でも本数が多いとは言えません。ただ当然ながら新大村駅と同じで、臨時便が多く運行されている日なので、時刻表に載っていない便がちょくちょくあり、電光掲示板の確認が必須です。昨今は臨時便を増やすのがトレンドになっているらしくて、わかりにくくて仕方ないのですが、客数の変動が激しい区間においては、臨時便の積極活用は当然の流れでもあります。続いて在来線の方を見に行きます。エスカレーターがあるということは、駅の南北で標高差があるということでしょう。在来線側は旧来から存在する駅舎なので、そこまで大きな変化はないと思っていましたが、改札口の反対側は全面リニューアルされていました。以前の観光案内所と待合所のイメージは刷新され、木を基調としたオープンスペースに生まれ変わっていました。待合スペースには電源完備です。一方で在来線改札の方はほとんど変化なし、改札も手動のままでした。対面乗り換え方式のため発車番線が特殊で、博多方面特急の改札口がばらけているので、混乱回避のためには有人改札も悪くないかもしれません。駅の北口は以前と同じだったので省略して、時系列がおかしくはなりますが、後ほど見に行った武雄温泉街の映像を挟みます。日没後にライトアップされた楼門が綺麗でした。歩いている人の姿は少ないけれど、楼門の先にある駐車場は、満車の表示が出ていました。新幹線の開通に関係なく、自家用車による来客が多いようです。時間を日中の武雄温泉駅に戻します。新幹線に乗って移動します。武雄温泉駅はイベント会場だけでなく、改札口の方にも人が絶えませんでした。それが新幹線高架なのかどうかは不明です。改札口の中は、まあ普通です。時間もないのでホームへ上がります。飛び跳ねて喜ぶ子供の歓迎を受けて、博多からのリレーカモメが入線してきました。この車両を見ると未だに、ツバメと言いそうになります。お客さんが降りてきて、スムーズな対面乗り換えを実施。と思ったら、新幹線側のドアが開いていません。ちょっとしたトラブルのようです。しばらく待たされそうなので、この間に駅のホームを観察します。駅名に温泉を冠してはいますが、対面乗り換えの客が、温泉を感じる機会はなさそうです。地元武雄市としては、わずか3分の乗り換え時間であっても、武雄温泉を売り込みたいところでしょうが、乗り換えを意識させたくない JR 九州の思惑と反するため、
実現は容易ではなさそうです。ドアが開きましたので乗り込みます。発車時刻ギリギリになりました。どうやら車内清掃に手こずっていた模様で、乗り込んだ後に車内清掃員の方とすれ違いました。とにかくも無事に乗れましたので、短時間ですが座らせてもらいます。乗るのは嬉野温泉までの一駅、所要時間6分なので出入り口そばの席に座ります。新幹線が長崎へ向けて発車しました。12月25日年末の日曜日、15時台の下り線一番端の1号車乗車率はこんな感じです。中央寄りの2号車3号車はもう少し乗車率が高いと思います。この区間は並走する高速道路同様にトンネルが多いので車窓に期待はできませんが、一駅乗車で車窓に見とれていたら降り損ねるので、まあちょうど良いかもしれません。走行している間に嬉野温泉駅に到着です。路線バスで31分630円のところを新幹線で6分1150円で戻ってきました。そう思うと新幹線は安いのか。ホームに降り立ってみると、並べてある椅子は新大村とも武雄温泉とも同じです。嬉野温泉駅で下車する人の数は比較するものによりますが、まあまあいるような気がします。なおこの後ホームドアが閉まるのにやや時間がかかります。車掌さんが密閉で閉まりますと繰り返していました。マイクを使っていないのは意外でした。最近では新幹線ホームに駅員不在が普通のことになり、車掌業務は大変そうです。実際に見たわけではありませんが、駆け込み乗車があったというよりもホームで写真を撮っている方が結構いましたので、その影響ではないかと思います。開通からまだ3ヶ月、開通後初の年末ということで、初めて乗る方、初めて見る方も多いと思われます。続いては上り線ホームへの入線アナウンスの様子です。博多までを無理くり一本として扱ったため、分かりにくくなってしまった自動放送をお聞きください。以上、なんとなく無理がある自動放送でした。ではエスカレーターを降りて改札を出ます。改札の外へ出てきました。改札口へ向かって左側に待合室、右側に切符売り場です。自動券売機は新大村駅と同様に自由席専用の1台だけとなっています。時刻表を見ておきます。1時間に1本を基本としつつ、2時間程度列車の来ない時間帯が4つ、嬉野市が指摘している通り、下り線の始発が7時49分というのも確かに遅い。自由席専用の券売機を補う切符売り場の営業時間は、ご覧の通りで変則的、新大村駅と同じで、列車のない時間帯に休憩時間を持ってきた形です。続いて駅舎の外の様子です。まずはメインでない方の出入り口、東口からです。こちら側はロータリーがある以外は、一見何もなくて使われていないかのようですが、
以外にも温泉旅館の送迎車両が相次いで発着していました。空いているからロータリー内に止めやすいようです。お客さんには暖房の効いた駅舎内で待機してもらって、送迎車が到着したら呼びに行く形。この寒さの中外で待たせるわけにもいかないので、合理的手法だと思います。何もないと思っていた東口ですが、カーシェアがありました。できれば東口ではなくて西口の観光案内所の隣とかに設置できなかったのかなと思います。続いてはメインとなる西口を見ていきます。右手にロータリーとタクシー乗り場、バス乗り場、正面にあるのは嬉野温泉の手湯でした。左側にあるのは観光案内所、武雄温泉駅では駅舎内に案内所等を入れ込む形でしたが、こちら嬉野温泉駅では駅とは別棟で設置する形です。夕日が沈みかけているのは嬉野病院、白い四角い建物はカフェとセレクトショップ、おしゃれすぎて入れなかった。ロータリーの向こうには足湯の施設と開業予定のホテル用地となっています。駅前の施設は道の駅であると聞いていたのですが、私が想像する道の駅とは別物でした。あえて言えば観光地盤の道の駅でした。嬉野温泉駅については開業前から駅から温泉街までの距離が遠いと言われていたので、バスでのアクセス状況を確認します。最初はどう見ていいのかわかりませんが、端の方に案内があるのでなんとかわかります。温泉街へ行ける複数車のバスを手元でまとめてみると、時間帯でばらつきが激しいですが、14時台と16時台がスカスカです。観光客目線で見るとちょっと使いづらいと思います。実際に14時台のバスを逃して戸惑う家族連れに遭遇しました。まあ家族連れならタクシーでも問題はないでしょうし、各旅館の送迎車があるから十分という考え方もあるでしょうが、30分に1本程度のバスが確実にあれば駅から手軽に温泉街へ行き来できそうです。観光協会がバス運行を検討という報道もありましたが、実現はしていないようです。情報案内の仕方も課題で、このような電光掲示板もあるのですが、どれに乗ればいいのか一目ではわかりにくいので、温泉街へ向かうバスだけ別枠で案内するなどの配慮が欲しいところです。最後に自動車に乗って嬉野温泉街へ来てみました。人通りの量は前回新幹線開通前に来た時と比較してほぼ変わらない程度だと思います。なお前回訪問時に満車だった市営駐車場、今回はポツポツと空きがありましたが、他には駐車場がない状態は変わっておらず、今後の客数増を狙うのであれば駐車場不足の問題は相変わらずだと感じました。すっかり日が暮れてしまいました。本日の予定を終えて帰路に着きます。今回訪問した3駅、新大村駅、武雄温泉駅、嬉野温泉駅。新大村駅は空港利用者、他の2駅は温泉観光客と外からの来客をメインターゲットとしていると思っていましたが、新大村駅については違っていて、空港利用客よりも地元住民のパーク&ライド利用、利便性向上による人口の増加を重視していると感じました。武雄温泉駅と嬉野温泉駅についてはその駅名の通りに温泉観光客がメインターゲットなのでしょうが、新幹線の恩恵を持続的に得られるかどうかは疑問な点もありました。武雄温泉駅では駅前でのイベントを強化していますが、それが街の中に波及していく道筋は見えません。乗り換え客へのホーム上でのアピールができるよう JR 九州と同意ができればと思いますが、単独での交渉では難しいので、佐賀県と一緒になって佐賀県と喧嘩したくないはずの JR 九州に要望を出していくことが重要かと思います。嬉野温泉駅については広大な敷地を生かして駅前ホテルの建設が進んでいますが、駅から温泉街へのアクセス問題が解決されておらず、栄えるのは駅前だけになってしまう可能性があります。アクセスの改善は当然必要ですが、新幹線高架に注力しすぎずに
これまでの自家用車等による誘客についても体制を整備していくことが必要かと思います。嬉野温泉駅においては始発電車が遅い問題もありますが、これもし単独では交渉力が弱くなってしまいます。この件に限ったことではないですが、 JR 九州と交渉するにあたっては各市が各々で行うのではなく、県と市、関連自治体がタッグを組んでガリバー企業 JR 九州に対してタフな姿勢で臨むことで、せっかく開通した新幹線が生み出す果実を手にしてもらいたいと思います。この動画はこれで終了です。最後までご覧いただきありがとうございました。